プロレスリングノアはチームノアが主体となっているザリーブプレゼンツリミットブレイク3号塩崎号デビュー20周年記念大会6.19東京後楽園ホール大会を開催した動画スパルタン X が流れる中リングを降りる塩崎号メインイベントでは塩崎号20周年記念試合デパーチャー2024というノアファンにはたまらないタイトルのもと 塩崎豪秋山淳と丸藤直道杉浦隆が対決したら、塩崎は2004年にノアに入団、エース候補として期待され、故、三沢光春さんの最後のパートナーを務めている。その後、秋山と共に全日本プロレスに移籍をするもフリーを経て、2016年ノアに再入団。GHC ヘビー級王座を5回獲得するなど、ノアを象徴する一人となった。 今年は斎藤明とモハメドヨネ、小峠敦、し、広木と共に新ユニットチームノアを立ち上げて、ノアを体現するユニットとして、ノア本体とも一線を画している。対戦相手の丸藤杉浦はノア旗揚げメンバー、6.16神奈川、横浜分隊大会では GHC タッグ王座も体感しており、丸藤は7.13東京、 両国国技館大会で WWE スーパースター、AJ スタイルズとの対戦も決まっているとあって、まだまだ元気だ。ノアの歴史を彩るようなメンバーに立ち会い人として塩崎が敬愛する小橋健太氏が登場。レフェリーには全日本のメインレフェリーでもある和田恭平が務めるなど、リング上には豪華なメンバーが揃った。試合は4人それぞれが持ち味を発揮した激しい攻防になり、 会場はかつてのノアを思い出すような熱気に包まれた。しかしこのメンバーに30分は短い。試合は時間切れ引き分けに終わっている。試合後、塩崎のリクエストで全員が1枚の写真に収まり、塩崎だけが残るとファンに感謝の気持ちを述べて大会はエンディングに。すると三沢さんの入場テーマ曲、スパルタン X が流れるサプライズ。第、塩崎コールの中、 塩崎はマットの中央を叩いてからリングを降りた。